海道新幹線のぞみの自由席の乗車率は 10% 以下か、多くても 60% で空席が目立ちました。一方、都内の公園では、こちら正午過ぎの駒沢オリンピック公園です。運動する方や家族連れで賑わっています。今日、東京都心では最高気温 24.5 度を観測。5月下旬並みの陽気の中、大出を避けた都民らが多く集まっていました。行きやすいです。子供連れと特に遠く行けないんで、毎日近くの